皆さんこんにちは。今回は、Windows に 7-Zip をダウンロードする方法について、解説していきたいと思います。それではまず、7-Zip とは何かについて説明します。7-Zip とは圧縮ファイルの形式の一つです。他にも Zip ファイルというものがあります。これらによってファイルを圧縮することによって、ファイルの扱いが楽になったり、ダウンロードしやすくなったりします。しかし、この圧縮された状態では、ファイルを利用することができないため、ファイルを展開、解凍、する必要があります。ここに2つのファイルがあり、1つは ZIP 形式、もう1つは 7-ZIP 形式となっています。Windows のデフォルトの状態であれば、ZIP 形式では、すべて展開、という項目が表示されます。しかし、7-ZIP 形式はそのような項目がなく、展開することができません。つまり、7-ZIP を展開するためには、専用のソフトウェアをダウンロードする必要があるのです。それでは、ダウンロードしていきましょう。Google などで 7-ZIP と検索。すると一番上に圧縮、解凍ソフト 7-ZIP というページがあると思うので、クリックしてページに行きます。すると、一番上にダウンロード項目があります。使っているパソコンによってダウンロードするバージョンが異なるので、注意が必要です。また、このページには 7-ZIP の持つ機能なども書かれているので、興味があれば読んでみてください。それでは、ダウンロードしましょう。今回は、最も使われているであろう 64-bit をダウンロードします。ダウンロードが終了したらフォルダを開きます。きちんとダウンロードされていますね。ダブルクリックするとこのようなタブが開きます。ダウンロードフォルダについてはこのままでいいと思うので、そのままインストールを押します。インストールが終了したら、クローズをクリックします。これで 7-Zip が展開できるようになったわけです。最初に試したファイルを開いてみます。新たに 7-Zip が追加されていますね。展開をクリックしてファイルを利用できる状態にしてみましょう。展開先はこのダウンロードした場所と同じにして、OK をクリックします。すると展開が始まります。展開先に設定した場所を見てみると、同じファイル名で新たに追加されたファイルがありますね。先ほどはファイルを開くことができませんでしたが、今回はファイルを開くことができました。利用できるファイルの幅が広がるので、ぜひ皆さんもダウンロードしてみてください。それでは、今回の解説は以上になります。チャンネル登録していただけると動画作成のモチベーションにもなるので嬉しいです。では、ご視聴ありがとうございました。